ばんは。ありがとうございました。リリーベありがとう。こんばんは、ちいかわ部屋です。今日はポクピグさんありがとう。リリーベ楽しかった、ありがとうございます。ちいかわちゃん、愛知いかわです。今日はねえ、目立ってたよ。ありがとう、見に行かせてもらいました、見に行かせていただきました。ありがとうね、来てくれた方、平日なのに。うん、伝えたいこと伝えられてよかった、ありがとう。やっちゃんさんありがとうございます。久々に会えた方もいたし、すごく嬉しかったです。カーピンさんありがとう。大ちゃんありがとう。室内だったのでね、暖かかったけど、わざわざ来てくださった方ありがとう。お仕事をね抜け出してた方も、終わってからすぐ来てくれた方も、間に合わなかった方もいたんだけど、いたと思うんですけど、本当に3階からお客さんね、そう3階4階からも見てくれててびっくりしました。 MK さん、カーピーさんありがとう。嬉しい、近くで、結構近くで見られて、でお見送りとかも近かったので、そうみんなのお顔を見れてよかったです。福清さんありがとう。明日がね、多分キャナルなので、キャナルの噴水前のとこなので、すごい寒いんじゃないかなってちょっと怖いんですけどそう楽しみです。丸くなってさん、ひろちゃん、長地さん、ふきよさんありがとう。大ちゃん、MK さん、トニーさんありがとう。ね、2階も近かったよね、みんなの、そう見えましたよ。大ちゃんありがとう。そうそう、本当に葵ちゃんありがとうね。皆さん来てくれた方ありがとうございました。ちいかお部屋にしてみちゃった、今日は。なんかひろちゃんありがとう。めちゃめちゃ人がいてびっくり、そう本当にね、びっくりした。キャナルお見送りだけも行きたい。明日は、明日って5時からでしたっけ、イベント動画見たかったなって。そう、愛知かわ、池袋楽しかったです、ありがとうございます。嬉しい、葵ちゃんありがとうな。5時からだったら、今日はね多分6時半くらいまで多分やってたお見送りは。そう、葵ちゃんとカッピさんありがとう。6時半過ぎくらいまでしてたから、3回ぐらい見てました、ありがとう。見えたかな、今日行きました、買いすぎました、ありがとうございます。金髪の子、あ、金髪似合ってるねっていう、初めての方とかに言ってもらえて、すごく嬉しかったですね。見えやすかったんじゃないかなと思って、そう盛り上がってたね今日本当に。お母さんありがとう。そうそう、ゲミニさんありがとう。何曲やったかな、8曲くらいしたのかな、8曲くらいしてたのかな。ねえ楽しすぎた、初めてでしたよ池袋ので。リリーベとか、なんか君はもっとできる時とか、B さんの時あんま知ってなかったですよね。リリーベでそのキャナルとか池袋とかも、その関東でこういうミニライブしたりとかなかった気がするので、
なんかすごく嬉しかったね。リリーベ、そうだよね、久々ですよね多分。なんかそういうの経験あんまりしたことなかったので、すごく楽しかったです。嬉しくて、こんなにもたくさん来てくださると思わなくて。間に合うか間に合わないか、どうだろう。でも福岡もね多いとは思うんだよね。そう、最後ねめっちゃ面白かった。あ、6曲か、6曲でした。ね、ちょっと時間がちょっと微妙だと思うんですけど、これったらね。じゃあ、ありがとう。確かにユニバさんが ユニバさん頑張ってくださってるかも。葵ちゃんありがとう。そう、なんか新曲をリリースするって、なんかそういう実感が湧くイベントだなってやっぱ思って、リリーベって、なんかこういうのやっぱ毎回すごいできたら嬉しいなって思いました。感想を踊ってるあちんちゃん、ありがとう。嬉しい、お見送り超近かった。髪型のパフォーマンスも可愛かった、ありがとね、すごい嬉しいな。寒いからね、みんなあったかくしてきてね、明日。そうそうそう、そうですよね。ケビンさん、ありがとう。そう、通りすがりの人にも確かに見てもらえるから嬉しいよね。なんか宣伝イベントがこういうリリーベがあるからこそ、なおさらね、こう髪とかも派手髪にしてよかったなとかちょっと思ったりもする。なんか目につくし、そう、外イベント、まあちょっとさせてもらえて、そう、やっぱ頭皮への負担があるからね、どうしようとか思ってたけど、まあ金髪にして派手髪してよかったと思ったけど、すごく嬉しかった。そう、宣伝イベント、葵ちゃんありがとう。今日の髪型はこれ 目立つやつ。スミスさん、葵ちゃん、ありがとう。そう、途中噴水とかもすごく出てきて、なんかびっくりですよね。すごいコラボレーション 噴水とのコラボ。1ゴールありがとう。そう、葵ちゃん、カッピーズありがとう。マイクでのね、バケツダンスは違うから、かぶらないバージョンなので、でも難しくはないですね けど、ややこしいけどね、ちょっと。すごくファンの皆さんに会えてね、嬉しかったです。そう、すごく嬉しかった 噴水の香りした 確かに。そう、バケツ可愛いんだよね、私ピンクと赤のやつだから、すごくそれも目立つし可愛いよね。見送りね、近かったよね。バケツかぶってる方もいたし、こんくらいのちっちゃいバケツのなんかフィギュアみたいなの持ってる人もいて、ストラップ？すごかった。どこで買ったんやろって思って 気になりましたね。明日もちょっとさ、すごい朝早いので、そう、頑張んなきゃ早起き。予約はビニールシートなしです。
なしです。ね、お見送りすごい。最後ね、面白かった。バケツ型キーホルダーいるかな。いるかな。そう、こんばんは。すごく今もう眠くてね、寝たいよね、ちょっともう、もうすぐ寝たい、もうすぐに寝たいです。本当に眠れそうなんだ。本当に本当に本当に、こんばんは。今日もちょっと朝早かったし、寝坊しかけた。今日危なかった。皆さんも早くから、ね、並んでくださった方とかもいてありがとうございます。本当に感謝です。あんな近いの初めてだった。あれはね、すごい近いわ。今日のお見送り結構近かった。風のバケツ は頭に入らなかった。買ったんだ。買ったの？見ただけ。百均にあるのか、砂場バケツ。あー、お仕事でね、あ、何合わなかった方もいるもんね。そうなんですよね。明日もちょっと瀬戸流が違ったりするのでややこしいところはあるけど、楽しみにしていてください。キングさん、ありがとう。早寝を心がけます、なるべく。ねえねえさん、ありがとう。かぶれるのさです。コーナーに一応ある。よしやさん、ありがとう。夕ご飯わかんない、何食べるかな、何食べよう。葵ちゃん、ありがとう。食前に行ったので入賞券はもらえない。あ、そうなんだ。いいお年を言うのさ。ありがとう。今日届いたのかな。今日から届き始めてるっぽいね、 CD が。ちょっと皆さんのお家にちょっとすごい段ボールが届いてしまっているかもしれません。ありがとうございます。そう、みんなごめんね、部屋のなんか場所を取ってしまってるかもしれないけど、どうなんだろう。あとは受付が多分2月のオンラインまで、2月あとちょっとなのか、あとどんぐらいなんだろうっていう感じですね。どんぐらい完売してるかなって。バブ。すごくすごく段ボールが届いてる、届いちゃってる可能性もありますね。 HKT の飲み。すごい、それは。うん、こんばんは。1630だ。30みたい、今日1630みたいでした。ありがとう。あと5分だけど残りわずかだって。2月18日あと5分のみ。オンラインあと一つですわ。あと5分だけど残りわずか、あ、残りわずか5つで完売。あと5つ、
そっか、残りわずかか。皆さんオンライン2月の2日目まだ撮ってないよって方いたらもういないかもしれないけど、もしいたら、待ってます。2日目ね。じゅんさんありがとう。オンライン待ってます。オンライン私とても好きなのでよろしくお願いします。初めて愛知の剣も惜しくました。ありがとう、嬉しい。さえちゃん推しの方ありがとう。マットさんありがとう。今日はちょっと、まあこれからご飯食べて、昼ご飯食べて寝ますよ。すぐ早めに寝ます。明日も頑張るから。ありがとう、バイバイ。みんなバイバイです。もうランキングまず13位、ゲミニさん、12位スミスさん、11位カーピンさん、10位マルクナッテさん、9位オカエさん、8位ナオさん、7位ヒロちゃん、6位 MK さん、5位タカッピさん、4位タータンさん、3位パクピグさん、2位アオイちゃん、1位ダイちゃん。ここでの練習も頑張ります。アオイちゃんありがとう。待っててください。メールやチャット送ります。バイバイ。Twitter も更新、X も更新したので見てね。ありがとうございました。今日も。明日ね。バイバイ。